皆さん何の集まりなんですか。声です。これは圧倒的ジジイだと思ってる。ジジイ。はい、どうも、りゅうちょです。よろしくお願いします。まず冒頭にですね、9月5日のマリノス戦の時にですね、サクブロさんという YouTube やられてる方にですね、YouTube の生配信でですね、ポチャフロの名前を出していただきまして、ありがとうございました。そのおかげでですね、少しずつですね、再生回数とか、あと、登録者数が増えたかなっていうふうに思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日はですね、こちらです。見てください。最初にゴールをするのは誰っていうのでですね、今期ですね、まあ、主力メンバーというか、試合に出てるメンバーの中で、まだちょっとノーゴールの選手ですね、本当に惜しいところ多いんですけど、この4人の中で誰が一番最初にゴールを決めるのかっていうのをですね、インタビューしていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。で、これをやる前にですね、ちょっと僕カッチャにですね、ちょっとサプライズでお渡ししたいものがありまして。何ちょっと待ってくださいね。本当のサプライズなの。本当のサプライズです。もうカッチャさんにですね、カッチャさん5月が誕生日で、5月の時も何もあげてなくて、編集をずっとしてもらってるんですよ。僕こうやって撮ってるだけなんですけど、編集ずっとしてもらってまして、これちょっと見てください。僕作っちゃいました。見てください、じゃじゃんと。スワロフスキーの帽子につけるやつです。これグリーンマーカーって言って、ゴルフやってる人分かるかもしれないですけど、帽子につけるグリーンマーカーってやつなんですよ。グリーンって言った時にこのポチャフロのやつだけを取ってボールの位置で印つけるやつなんですけど、ポチャフロバージョンスワロフスキーで作っちゃいました。これカツさんにプレゼントします。何、誰がつけるの。帽子です。帽子ちょっと見てください。これどういうふうにつけるかっていうと、ポチャフロって見るじゃないですか、こうつけるんですよ。これを2つ作ったんで、すみません、つけちゃったんですけど、これ、勝ちたん。僕があるんだ、誕生日プレゼントがいつもお世話になってる。なんか俺、逆にプレ何にも負けてないけど、いいんですか。じゃあ、ポチャフロという意味をいただいてるんで、つけてください。じゃあ、すみません、ありがとうございます。はい、頂戴します。片手ですよね。いえいえいえ。どうですか、勝ちさん。すごい。すごくないですか。スワロフスキーなんですよ。スワロフスキーなんです。だから、これ晴れてる時やったら、キラキラします。で、このスワロフスキーの、マーカー作ってくれた人が、イクさんっていう方で、YouTube とかやったりとか、あとは本当に実際にですね、いろんな形のやつ作ってもらってて、クオリティがめちゃくちゃ高いんで、ちょっとなんか概要欄かなんかに、その方のなんか YouTube、インスタ貼っておきますので、ぜひご覧いただければと思います。それではですね、最初にゴールをするのは誰だのインタビュー行きたいと思うんですけれども、見てください、勝さん、一番最初と行こうと思っている方がですね、ちょっとね、酒盛りをされているおじさんが2人です。ちょっと片っ端から、雨なんでね、今日缶ビールあげる。雨なんで片っ端から、いや、僕ちょっと行ってみたいと思います。やっぱり皆さんに夢を。大丈夫、何か事件起きない、はい、起きたら、すいませんでしたって逃げます。カメラ行けないですか。はい、もちろんもちろん、交渉の時だけお願いします。ちょっと行きましょう。雨なんでね、短時間で行きます。そうだね、頑張りましょう。よろしくお願いします。すいません、ですね、ちょっと皆さんにご協力いただきたくてですね、はい、私ちょっとフロンターレを応援するっていう YouTube やってまして、ポチャフロっていう YouTube なんですけど。ポチャフロですか。ポチャフロです。あ、ぽっちゃりしてる。あ、さすが。で、今季まだノーゴールの選手ですね、はい、ゴール決めてないです。 4人の選手、ちょっと今日ホークと出てないんですけど、はいはい、この4人の選手で誰が一番最初にゴールを決めるかっていうインタビューしてるんですけ ど、 あ、なるほど。もし終わったら全員で、あ、いいっすよ、出ていただければと思うんですけど、いいっすか。いいよ、いいっすよ。やりました。ありがとうございます。何人、いや、4人で、あ、すげえ、あ、もう全員出てください。いいっすか。嫌じゃなかったら。マジですか、超優しいじゃないですか。ありがとうございます。じゃ、これフロントちょっと加工してマイクになってるんで。すごい。そんな、すごい。よろしくお願いします。こちらフロティーのりゅうちゃんと申します。よろしくお願いします。お願いします。皆さん何の集まりなんですか。
あの TFU っていうんですけど、あの J リーグ好きな人が集まるサークルがあって、そのメンバーです。大学生？あ、そうです、みんな大学生で、みんなフロンターレが好きで、あの他にもいろんなチームを応援してる人がいるんですけど。そういうサークルがある？そうなんですよね、大学のサークルで。いや、なんかあのインカレのサークルなんで、あの関東の大学に入ってる人だったらどこでも行けるんで、あのみんな入ってきてください。 TFU です、 TFU、 はい。あ、ツイッターあります、お願いします。はい、ここに、ここに出ます。概要欄あ、お願いします。お名前とどこから来た、どこ出身かあるんですか？ニックネームはコーキーです。埼玉県出身です。埼玉県、周りレッツサポバカなんで。そうですね。ちなみにあのもうあのユニフォーム見て分かった、想像つくんですけれども、はい、この4人の中でですね、あの誰が一番最初にゴールを決めるかっていうインタビューなんですけど、誰でだと思いますか？それはもうそうですよね、申し訳ないです、さすがにそうですよ。そうですよね、なんでかっていうのを聞いてあれだと思います。なんで左足の精度結構チームの中で高いと思うんで、まあ、ミドルシュートを決めてほしいなって思います。続きまして、お名前出身？はい、ゆうたです。東京出身です。東京の、はい。なぜにフロンターレ？いや、なんか自分でもなんで応援したしか分かってなくて、気づいたら分からずに好きになる。はい、気づいたら応援しました。なんか恋と一緒ですね。あ、そうですね、はい、恋です、これは。いや、そうですね、最初にゴールをするのは誰かっていうんです、ね、はい、誰と思いますか？ジジウ選手じゃないですかね。ジジウ選手、なぜにジェジュー選手？なんかセットプレーでも惜しいシーンありますし、前回のセレッソ戦ね、はい、セットプレーでジェジューのゴールが見たいです。あ、ぜひ期待しましょう。期待しましょう、ありがとうございます。続きまして、初の女性ですね。お名前と？おさきです。出身は川崎市なんですけど、今はいろいろあって都内に住んでます。いろいろあったんですね。はい、引っ越したってだけです。そうですね。それです、誰が一番最初にゴールをするかなという、うん、誰だろうな、まあ、個人的な期待込みで森田選手をしたいですね。森田選手ですか？最近ちょっと乗ってるというか、ずっと調子がいいし、そろそろ去年も今ぐらいの時期になんか天気滅した気がするんで、やってくれそうな期待込みで森田選手でお願いします。ありがとうございます。それでお願いします。はい、エースケって言います。川崎市民です。出身どちらですか？麻生区。麻生区ですか？麻生グラウンドは本当に近い。本当に近いです。僕、有馬中学校なんですよ。知ってます？知ってます、知ってます。田中王とかね、三笘の先輩かなっていう。じゃあちなみに、4人の選手の中で誰が一番？圧倒的ジジウだと思ってる。ジジウ、圧倒的に、圧倒的ということが出ました。なぜにジジウ？いや、もうやってくれると思ってるんで。間違いない。そろそろジジウにジョガムイトっていうコメントを残したいんで、はい、頑張ってほしいと思います。ジョガムイト、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。コウキって言います。コウキさんです、コウキくんです。出身千葉県の船橋市の方から。お、船橋、はい、来てます。サッカー部。サッカー部です。あ、さすが。ちなみに、最初にゴールを選手したのは誰か。やっぱ森田選手、ね、森田選手、お、これ2つに分かれました。分かれましたね。森田選手、なぜに森田選手？去年ルバーンで決めてるっていうのもありますし、はいはいはい、やっぱ最近ミドルも何本か打ってるんで、そろそろ入るんじゃないかな。そろそろ枠に、はい、そしてキーパー取れないところに行くんじゃないかと。ありがとうございます。じゃあ最後ですね、締めをよろしくお願いします。かっこいいですね。はい、じゃあお名前と？カズキです。カズ、はい、名前もキングですね。いや、どちら出身？出身は、岐阜です。岐阜。あら、まあ、こっち来られたわけでね。じゃあちなみにすみません、はい、もうちょっとこれ見えてないですか？はい、で、誰、4人の中で誰が一番最初にゴール？森田選手。森田選手、あ、どうですか森田選手、なんで森田選手？まあ、ユニフォームが。あ、来た、はい、森田選手。森田選手でした。隠してたはずだから。そういうわけじゃないですよね。寒さですよね。ごめんなさい、すいません。まあ、活躍してくれると、点を取ってくれると願います。ありがとうございます。はい、すいません、本当に貴重なお時間いただきまして、ここでは、森田選手が3人、ジェジュー選手が2人で、北星選手が1人と。絶対決めてくれますね。信じましょう。じゃあ、それでですね、サムネイルってあるじゃないですか。ああ、ありますね。もしよかったらですね、皆さん使ってますか？この楽しそうな感じがもうめちゃくちゃいいじゃないですか、なんか。いいです、もうちょっと寄っていただいていいですかね。どうすればいいですか？
ゃあもうもちろんもう真ん中行ってくださいよ。もうあ、どうすか、え、なんかしとけばいいですか、立つのみたいな感じですか、立つのマジ、あらもう、ありがとうございます、あらさん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 、持ってますし、あ、でですね、あの私たちあのこのポチャフラっていうステッカー作ってるんです、あのちゃんと防水加工も、そうです、防水加工現地に貼っても大丈夫です。あ、これカッチャさんが初めて渡してますよこれね、いやー、どうですかセールどうです、ポチャフロ、あ、嬉しい、もう一回言ってみますか、ポチャフロ、あ、嬉しい、ほら本当にありがとうございました、すいません、お忙しいところやった、ありがとうございます、また、どっかで会ったら声かけてください、はい、頑張れよ、つって、はい、本当にありがとうございました、頑張りましょう、優しい、ほらめちゃくちゃ優しいっすもん、じゃあこれでですね、ポチャフロ TV も終わりですかね、そうだね、ありがとうございました、はい。